はい、えっとですね、あのー、今度、7月か8月、まあ、7月は無理ですね、7月は無理なんですよ。8月やる花火なんですけど、えっとですね、うん、ちょっと言いたいことがあるんですよね。4周年記念って言ってたじゃないですか、僕。で、よく考えると、2015年からやってるんで、5周年なんですよ。まあ、ちょっとキリがいいところなんですよ、5周年って。なんで、5周年、 記念ですね5周年記念で、まああのー、前回前回というか、まあ、今年入ってからだからまあ、まあ、あれ前回なのかな僕がその打ち上げてほしい打ち上げ方なんて言ったらいいんだろうそのこう打ち上げてほしいリクエストですねどう打ち上げ方リクエストしてくれたらそのようにしますよみたいなそういう動画を上げてその何やアら ナイアガラの花火の後ろで打ち上げ花火打ち上げるのはどうですかみたいなそういうあのコメントがいただいててでなんかあのここ難しかったんですよその時はねどう,もうどう考えてもちょっと思いつかなくてなだけどさっき今ですよ今考えてできそうなんですよ ガーデン用のあ緑棒あるじゃないですか鉄鉄の中が鉄だから鉄の棒って言っちゃういいのかな緑棒あるじゃないですかうんあれを2本買って瓶に瓶2本につけるさ刺してまあもちろんテープでなんか固定してねでそっからそのまあな長いやつあるじゃないですかナヤガラの滝 あれをセットすするわけですよ縛ってそうすればナイアガラの滝の花火の後ろで打ち上げ花火を火つけるのもできるんじゃないかなって手がで,できるよなって思って今ねあのその名前勝手にあげ,あげたくないんであげちゃうと本人にもちょっとプレッシャープレッシャーってかなんか。 え名前言われたしみたいななっちゃうといけないんで、うん、言わないんですけどそのねリクエストナの後ろで打ち上げ花火を上げるのもどうですかみたいなコメントく,れくださった方今もしこの動画見てくれてたとしたら本当にあのそれを実際にやっていきたいと思いますはい見てくださってたらってかもう本当にあの ねやるんで何 <laughs> とかしてやるんでねよろしくお願いしますもう本当にそのコメントをくれた方にもぜひ見てほしいですねなんでもうこ来月か来月すごいセットとなっております5周年記念なんでもう特別特別っていうかもう 何周年記念だからプログラムを立てる,立てるよっていう感じでこの前2日前かな動画上げたのしっかり覚えてないですよね2日前か1日前昨日は上げてないけど2日前か2日前に上げた動画でプログラム変えましたみたいな動画投稿したじゃないですか僕あれ,あれで行きたいんでってか行くんで、ね、本当に よろしくお願いします。2000発、はいうん、できればねあの2,000発やるからの、まあ、打ち上げ花火ですよね打ち上げ花火やりながらナイアガラの滝やるみたいな感じでいこうかな。で連発花火に関しては200発2,000発全部やるんですけど。 まずはねあの種類分けで200発ずつやってってあどうしよっかな200発だと10本なんで倒れる可能,可能性があるんですよね棒棒持ってっていいんかなうんまあ倒れる可能性があったら30発30発じゃねえ30本固めてあのガムテープでくるぐるぐるにして 30本やって違う種類に変えて30本やってあとはちょっとあの3種類まマジ3種類ミックスにしたのを一気にドーって打ち上げちゃうで花束花束打ち上げ球みたいな感じでやっていきたいと思いますはいなんでもう本当に、ね、あのー なんて言うんだろうなぁ2ヶ月前5月の第2回目の花火あれでも,もう僕ねターヤンさんが打ち上げてくれたんですけどターヤンさんって僕はあれ打ち上げたいんですよ僕はあの時カメラ撮ってたんでうんまあのちょっと全部任しちゃったんですけどうんちょ,あのちょっとターヤン,ターヤン自分なりの打ち上げ方でやってみて言つって,言っ,て言ったらあんなすごいねえ 俺よりもうまい打ち上げ方でびっくりしましたね。本当にあのー、僕のコメントで師匠って言ってくれる方がい,いまして正直ねプレッシャーかかっちゃって <laughs> でもね本当に嬉しいですよ師匠なんかも本当にやばいですよ <laughs> もう今までねこんなにコメントしてくれてこんなにあの毎日ね動画上げたら必ず高評価してくれるとかね あんまりいなかったんでほんと皆さんに感謝です本当にありがとうございますここまで来れたのは本当に皆さんの力なんですよね本当になんでもうちょっと泣きそうになってきたやばい <laughs> あのあのまあとりあえずね8月8月た 常備じゃねえや、俺七月だわ。一月だ、間違えた。終わってるわ。七月五、五だろ、俺の誕生日。間違えたわ。えっと。八月のプログラム。楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。本当嬉しいこ、コメント。いっぱいありがとうございます。もう涙ぐんで。うれ、嬉しく感じて、見てます。はい。<laughs> 本当にありがとうございます。皆さん。 ご視聴ありがとうございました。いつも本当に見てください。本当にありがとうございました。はい。じゃあ、今日の動画はここで止めさせていただきます。次回ね、またあの花火動画、あのー、買ってきましたよっていう動画あげるんで、その時もね、ぜひ、よろしくお願いします。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。何回目 <laughs>